はい、どうもこんにちは。とある塾講師です。今日はその授業の動画ってわけではなくて、今までどういうふうに勉強してきたかっていうところ、それをまあ説明していこうかなと思います。ってことで、今年受ける方のなんか参考になればいいなと思っております。はい、じゃあやっていきますね。まあその月別に見ていくんですけど、行政書士試験目指してるのがね、昨年の5月に目指そうって思って、でそこから半年ぐらい勉強して、去年受かったっていう感じになります。はい、っていうことなんで、とりあえず参考書の紹介していきたいんですけど、5月どういう勉強したかっていうと、もうねひたすら YouTube を見てました。もうそれしか多分やってないですね。ペンとか一切持たずにひたすら YouTube を見てました。要はね、 YouTube にたくさん動画があってます。いろんな講師の方が動画を上げているんで、それをひたすら見ていました。でこれ見方結構工夫してて、どう見たかっていうと、カフェ行くんですね。カフェ、マクドとかスタバとか、そこら辺のカフェに行って、ひたすら見てました。でひたすら見て、見方がクリップボックスっていうアプリがあって、でそこに動画をこう落とし込んでいくと。で落とし込んでいって、でその通学中とか通勤中、そういう時間って結構暇じゃないですか。あの暇な時間をどうしようかなと思って、あの暇な時間にひたすら見てました。だからその机に座って勉強みたいな感じとかではなくて、もう移動中にクリップボックスに動画を入れて聞くっていう感じのことをやっていました。でこの時に工夫したことが、クリップボックスって倍速できるね、倍速、2倍速にできるんで、2倍速にして動画を聞くっていうことをやってました。ってことなんで、例えば30分の動画だとすると15分間で全部見れちゃうので、結構いいかなと思ってやってました。はい、っていうことで、よかったらやってみてください。これ5月ね、5月はもうひたすらカフェに行って動画を落として動画を聞くっていうことをやってたんで、YouTube に上がってるその民法とか行政法に関する動画は多分ね、全部見たのかなと思います。で、やっぱその向き不向きとか相性ってあると思うんですね、講師の方と。だから講師の方と相性がいいなっていう方のやつをひたすら見ていくっていうことを僕はやっていました。で、例えばその吉井英二さんっていう方、その方の動画が一番良かったなと僕は思うんで、その方の動画をひたすら見ておりました。はい、それが5月ですね。民法は5月。で、一応継続的に民法と行政法、憲法やってたんですけど、今回も民法に関してね、民法はそれをやっていました。それは5月です。で、6月になってくると、やっと過去問をしようということで、過去問に手を伸ばしました。こいつ結構使ってる方多いと思うんですけど、これね、6月ぐらいから、一応5月 YouTube 見て、そこから6月やろうかなと思って、これやりました。で、YouTube 見ただけなので、特に知識がないんですよ。知識が一切身につけてはいなくて、なんか大体こんな感じかな、みたいなっていうぐらい。っていうなんか爆弾とイメージしかなかったと。で、その状況、とりあえず過去問やってみようと。で、過去問やってもね、できないんですよね。全然できない。もう全然できないです。もう。といって、10問中、何問かな 1問合えばいいかなみたいなぐらい。っていうぐらい全然できないです。でもできなくても、とりあえずは、全部やろうっていうこと。これが結構大事で。この問題集だと、過去問集だと、民法が51から、140まで。ってことは、何問？ 90 問ですか？ちょっとわかんないですけど、多分90問なんですよ。90問ぐらい載ってるんですよ。じゃあ、その90問を、とりあえずは1週早く終わらせようと。もう1週間とかでも1週早く終わらせたいんですよ。だからもう、わからんところはもうわからんってことで、飛ばしまくる。で、とりあえず全部見て、なんかやった気になるみたいな。ってことを1週目はすると。で、この時に、工夫したこととしては、もうね、自分の思考のパターンを信じるってことをやってて、どういうことかっていうと、例えば、問題として、例えば54番とか、この問題を解くっていう時に、54番ね、見えますかね。こんな感じの問題があるんですけど、心理留保と虚偽表示に関して、妥当なものどれかってあるんですよ。で、1番から5番見るんですか？見るときに、1番見て、あ、これは妥当や、とか、2番見て、あ、これは妥当ちゃうわっていう風に、妥当か妥当でないかってことが 100% これだって判断できるものってあると思うんですよ。
それは知識があるからっていうのもあるんですけど、知識がなくても、あ、多分これってこうなるんじゃないかなみたいなっていうやつ、長年の勘的なやつ、長年のなんかその野生の勘的なやつっていうことから、今見て、あ、2番はこれは罰だっていうふうに 100% そう思い込むものっていうのは、きっと本番もそうするんですよ。そうするんですよ。だからそういう知識 100% 合ってる 100% 違うってなんかわかるなっていうやつ、なんか完璧に、痩せの完璧に、そりゃこうなるやんけってやつ、っていうやつに関しては勉強しませんでした。もう多分ね、本番もできると思うので、もうそれは信じようってことで勉強しませんでした。もう僕はその半年で受かりたかったんで、時間ってのやったんで、多分いけるなってやつはやらなかったです。で、逆に3番みたいに、そのこれどっちか迷うなみたいな、その迷うやつ、あ、これ分かれへんわ、なんか迷うわみたいな、っていう迷う系のやつについては勉強めっちゃしようということにしました。だから1周目については、その分かるか分からないか、自分が 100% 合ってる 100% 妥当でないっていうふうに判断できるか、あるいは迷うかっていうふうな2個に分けていきました。ということで、こういう風に色がつけられていて、黒ペンと赤ペンでシャッシャってやってるんですけど、1周目については黒ペンだけを使って、もうこれはいける、これはいけなかったら置いておく、いけたらシャッて切って、いけなかったら置いておくっていうことをやってました。ってことなので、解説に関しても見方が特徴的で、例えば野生の感的に、あ、1番これ絶対罰やみたいな、1番これ絶対罰やっていう風に判断したと、っていう風になって実際答えも合っているっていうものに関しては、答えはもうね、読まなかったですね。読まなかった。だからこの解説というのはね、ここなんですけど、1番とかに関してはもうこれもう白紙なんですよ。何も書かなかったんですよ。なんかいける気がしたんで。で、5とかに関しても、まあ、多分それはこうなるんちゃうかなみたいな、その常識的にこれこうなるんちゃうかなみたいなって思ったものに関してはもう答え読まなかったです。読まなかった、無視しました。でも逆に2番から4番に関しては多分ね、迷うんですよ。これどっちかわからん、うーみたいな、迷うんで、迷うものに関しては勉強しようということで線を引くとかして勉強しましたっていう感じ。1周目はこんな感じですね。1周目はまず自分の野生の感的にこれは丸や絶対罰やって判断できるか迷うかって分けていって、で、迷うところに関して答えを読んだり、条文見たりっていう風にして勉強していきましたっていう風にして、まずは一生終わらせていこうっていうようなことを、6月はやっていきました。で、もちろん YouTube を見るってことに関しても移動中はずっとやってたので、5月と6月も並行してやってはいましたっていう感じ。5月6月 YouTube 見ながら6回過去問を解いてってことをやっていました。で、7月、8月については過去問をもうちょいやり込もうということで、やっていきました。で、そのやった箇所については、やっぱりその黒でシャーってしなかったところ、要は野生の感的に、あ、これ 100% 丸や×やっていう風なものではなくて、これ迷うなと、これ判断迷うなってところに限って勉強をしていきました。で、その勉強の時も基本書を読むとかってことはほとんどしていなくて、例えば譲渡担保が苦手ってなると、譲渡担保に関する動画、 YouTube の動画、それを探しに行ってそれを見てっていうことを繰り返してました。一応基本書は持ってたんですけど、この内田さんの民法の本とか持ってたんですけど、学部が一応法学部だったので持ってたんですけど、なんか授業で買わされて持ってたんやけど、これでもほとんど使わなかったですね。あんま使わなかった。もうね、YouTube 見たら大体書いてくるし、説明してくれるので、もうそれ見てました。でもそうやって勉強すると、やっぱネットの情報なんで、それはほんまに正しいかわからんみたいなのあると思うんですよ。正しいかわかんないなみたいな。でもそんなん気にしても仕方がないっていうのと、あとはね、やっぱ過去問にちゃんと正解書いているんやから、もうここの選択肢、最後はここにつけばいいと思うんですよ。要はこの選択肢とかがあって解説を読んで、それで理解ができない箇所について YouTube を見てちょっと分かりやすくして、もう一回ここ行くっていう感じだから、最後はここの過去問で知識をゲットするので、まあ別に YouTube でいいかなという感じになります。だからまあ YouTube を活用しながら、あくまで過去問ベースで知識をゲットしたという感じだから、その行政書試験で得る知識っていうのはおそらく全て過去問からゲットしました。やっぱね、予備校の本とかについても誰かが作っているので間違う可能性ってあると思うんですよ。でも過去問が出てて、これの正解これっていうのはまあ間違いないと思うので、もうひたすら過去問を使って知識をゲットしました。言うたら、過去問の選択肢1番これが丸ってなっていると、それはもう妥当な選択肢なので、もうその足自体も覚えてしまうっていう風に意識はしてやっていました。これが6月とかですかね、5月6月くらいっていうのをやっていました。で、その後に過去問が終わりましたと、
終わりましたってなるんですけど、この過去問やってる最中に条文チェックしますよね。条文で、条文に関しては六法がこだわりがあって、なんかねポケット六法ってやつ、これね、でこれ使ってる方もいるかと思うんですけど、これ結構なんかいっぱい載ってるんですよね。いっぱい載ってます。で重たいんですよ。で僕はもう移動中勉強したかったし、あのカフェとかで軽く勉強したかったんで、これはちょっとね、あ、しんどいですね。やっぱこれ、こっちですかね、こっち、あの携帯行政書士六法ってものがあります。でこれが何かっていうと、あの行政書士で出てくる条文、行政書士試験によく出る条文っていうものをピックアップしてくれてるんですよ、これはね。だから民法って普通1000条ぐらいあるんですけど、1000条からここからね、どんくらいやろ、言ってでも500、600ぐらいにめっちゃ絞ってるんですよ。だからそれを利用していました。で、あの過去問とかやりながら、あ、この選択肢はこの条文だったんだってなってくると、これ条文探して条文読んでとかをやってました。で、あの条文読むときの注意点として、あの条文の素読、強みっていうんですかね、あの前から読むっていうやつ、あれはねやらなかったです。あのやったのは一応やったんですけど、10月とか11月、本当に直前にやりました。だからその条文を1から読んで覚えてやれっていうのはあんま良くないと思うんで、あくまで過去問をやって条文を見るっていう感じで、見方っていうのは条文の何を知っていればこれが解けたかっていう点で条文見ていました。例えば条文とかの、ね、民法の113条とかになっていると、あの代理権の話なんですけど、これについては例えば本人がその追認をしなければっていうフレーズ、これがちゃんと頭に入っていればこの選択肢って選べたやんけっていう風に条文見ていきました。だから過去問ベースで、過去問を解くために必要な条文の知識ってどこだっていう風にして条文を覚えていきました。はい、っていう風にやってたんで、でも結果的にやっぱね、条文って大事なんで、こういう風にあの見えますかね。いっぱい線引いちゃいましたね、やっぱね。っていう風にこの出てる箇所、選択肢で出てる箇所について条文を線引くっていうようなことをやっておりました。で、あの僕はもうね、あの記述式で点数取って逃げようと思ってたんで、あの記述式の勉強いっぱいしました。あの人によっては記述式はあまり勉強しなくて択一だけってのいると思うんですけど、僕はめっちゃ勉強して、あの特にこれがめっちゃ良かった。これすごい良かったです。これね、これめっちゃいいっす。これ何がいいかっていうと、過去問の問題載ってるし、あ、しかもね、予想問題集、予想問題がね、民法ね60個あるんですよ。60個、60も載ってます。だからこれおすすめなので、これを使ってください。8月ぐらいですかね、8月ぐらいにやりました。でこれもやったんですけど、これあのここっすね、あの3年連続的中って書いてるんで、あ、今年も当たるんちゃうかなと思って買ったんですけど、あのまああんまいらなかったですね。これいなかったです。はい、すいません、いなかったです。これですね、やっぱこれが良かったです。これ良かったらやってください。はい、ってのが8月ぐらいで、ここまで来るともうなんかいける気がしてくるんですよ。ここまで来ると、あの5月からもう6、7、8、4ヶ月ですか、4ヶ月勉強するといける気がしてきて、あの実際こっから先勉強した方が何かっていうと、あの条文読んで、あの過去問を解き直したってことしかしてません、ほんまに。あの唯一したとすれば、なんか予想問題集ちょっと血迷っちゃってやったんですけど、これいらなかったっすね。全然いらないです。こんないらないです。全然いらない。あの本当にもうそっから先は過去問とこれだけでいけると思うんで、行政書士試験はもう4ヶ月ぐらいで、あの受かるだけのノウハウを得ることはできます。で得るコツっていうのはもう本当に YouTube を活用する、 YouTube を活用して、それでイメージをつかむ、でイメージをつかんで、その知識を過去問からゲットする、でゲットしながら条文を読むっていうことをすると受かる試験だと思っていますってことなので、まあね、半年ぐらいも必死に勉強すると一応受かることができましたってことで紹介してみました。ってことで、またね、その教材ですかね、参考書とか何使ったらいいですかとか、勉強法とかについては全然相談乗れますので、何かあれば DM とかいただければと思います。はい、今日はちょっとあの授業ではなくて教材の説明をやってみました。で次回についてはまたね、あの行政法とか、あと憲法得意なんで憲法とかの話で、商法も軽くできればなと思ってます。あとは一般知識ですね、一般知識ね、うん、そこの話もできたらなと思っています。はい、って感じでした。はい、ご視聴ありがとうございます。